山岸舞。なんで舞なのにこれ舞にあやがつくの？続いてご紹介します。千葉県千葉市、49歳の男性からいただきました。ありがとうございます。バブー、コンバブー。ボクチン、東関東バブバブ党、次期幹部候補、よだれ沼、べちゃひこでちゅ。ご無沙汰でちゅ。先週、あまりの暑さで、夜泣きして起きちゃったついでにラジオを聞いていたら、3時前に、矢作さんがメールを読むとき、私を、わたち、と読んで待ちた。相変わらず、ボクチンたちと同じ赤ちゃん言葉を使ってくれていて、東関東バブバブ島への忠誠心が感じられてよかったでちゅ。おかげで安心して、その後、すやすや寝られました。なのでお礼に、若い頃遊んでいた、熟女の乳首をモデルに作った、黒乳首おしゃぶりを送るので、吸ってくだちゃい。時代が違ったら YouTube からやってる可能性もある。うん。ラジオネーム、こもはか、小木さん、八木さん、こんばんは。私は、中3の夏にパーセキスをしてた。はっきり言ったよね。はっきり言った。続いてご紹介します。神奈川県川崎市、ラジオネーム、世界平和の鍵を握る男、飯田正義さん。先日、風俗で、思わず吸い込まれそうな尿道をしている、と褒められた、59歳の男性からいただきました。ありがとうございます。おぎやはぎのメガネビーキ、本当に大好きで、毎週大爆笑しながら聞いてます。先週なんか、手を叩きながら笑ってしまい、脱臼してしまいました。肩が外れたまま聞いていたところ、エンディングで、僕らリスナーが大好きな、阿部真央さんのメガネビーキオリジナルソングが流れましたよね。うん、なのに小木さん、歌詞の一番大事な、クソメン、クソガールよ、強く生きろ、という部分を、強く泣いて、って歌ってましたよね。あそこ、とっても大事なところですよ。クソメン、クソガールにとって、魂の拠り所みたいな歌なんですから。歌うなら、ちゃんと覚えてください。最高じゃない。うん、聞いてほしいから。やっぱこれも流れると喋りたくなくなるんで、ちゃんと聞いてほしいんだもん。つぶないで適当にいい曲だって。続いてご紹介します。千葉県船橋市、ラジオネーム、インテル入ってる？いいえ、おナスが入ってますさん。41歳の女性からいただきました。ありがとうございます。驚きです。私は普段、UFO を地球に呼ぶべく、夜な夜な原っぱで規制を上げているのですが、先週の放送で、小木さん、宇宙と交信してましたよね。2時過ぎだったかな。マスワカ翼さんのインスタグラムの写真を見ているとき、へーと、リズミカルな規制を上げておられました。そのリズムは、普段我々が上げている規制と全く一緒。小木さんはミステリアスな方だと思っていましたが、まさか宇宙と交信できるなんて。私、毎晩近所の公園で仲間と一緒に手をつなぎながら規制を上げているので、今度ぜひ参加してください。一緒に UFO を呼びましょう、というお便りをいただいたのですが、小木さんが宇宙と交信、まさかそんなことはないと思うのですが、
ちょっと一回聞いてみましょう。これね、何？湯気が。何これ？心霊写真？心霊写真でしょ？違いますよ。怖え。へえ。これ仕事で言ってんの？違うの？いや、これで更新するなんてことは。へえ。まさか。へえ。上空に。上空に宇宙船が。はい。ということで、週刊おぎやはぎ批評、今週はここまでです。ちょっとね、やっぱ前にあやがつくのおかしいでしょ。まあ、わからないよね、確かにね。あやが書かれちゃうとね。まあ、いよいよ、なっちゃうよね。バブバブ島からも来たりする。めんどくさいね。適当に歌うとはね、やめてほしいよ。と、ね、強く生きろ。だから。ちゃんと覚えてね。強く泣いて。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。今日のね、メガネビーキーはこんな番組だっていうメール。ラジオネーム、ピアニッシモ。小木さん、八木さん、新規リスナーさん、こんばんは。メガネビーキーでは、メールテーマをはっきり決めずに、あやふやに募集することが多々あるので、八木さんが、メールねー、募集ねー、何があるーと言い出したら、耳の穴かっぽじって集中して聞かないと、結局何を募集したのかわからないので注意してください。ああ、そう、ちゃんと言ってる気もするけどね。ね、何になってるかよくわかんないんだね。そういうことね。ラジオネーム、コオロギマン。このラジオは矢作さんが先取りして、今来てるアーティストやバンド紹介などしますが、もともと有名で明らかに矢作さんが後乗っかりする、テレビでは見れない矢作さんのダサい一面が見えてくるラジオです。俺が最初に見つけてっから。なんかでも有名な、なんか何枚目かとかだったよね、アルバムを。そうなんだよね、俺。いい曲見つけたっつって。出してたばっかだっつったら、アルバムが4枚目。